げえよ。マジで。いいね。ちょっと中国様式っぽいもんだね。そうだね。バンコクから飛行機と車を乗り継いで2時間。タイ南部の町ソンクラー。中国ポルトガル様式の建築物が立ち並ぶ旧市街は、観光客に人気の観光スポットになっている。ここなんかメインストリートっぽくない？うん。この通りめちゃめちゃなんか可愛いね。可愛いカフェとかいっぱいありそう。あ、ここホテル。俺が泊まるところ。そう。アイスクリーム屋さんとか行きたい、うん、あ、すごいじゃん、あるよ。何？裁判所。いいよ、裁判所は。じゃあ散策しますか。いいよ、楽しみ。とりあえずあのカノム目指そうよ、カノム。デザート食べたい。うん。上に炭で。タイ風マドレーヌ、カノム貝。すごい美味しそう。全国的に食べられているタイ菓子だが、元はタイ南部の伝統菓子。出来たて。すごい。あのね、ケーキ屋さんの匂いする。ちょっと塩気があったよ。美味しい。うん、美味しい。これめっちゃ美味しくない？うん。卵パンカスタードのちょっと、うん、で炭で焼いてるじゃん、うん、周りに香ばしさがあって、うん、なんかちょっと絶妙な塩気があってさ、うん、めちゃめちゃ美味しいね。この町さ、うん、食べ歩き面白くない？なんか可愛いお店がいっぱいあるんよ。そう、いいお店がいっぱいあるの。やっぱ有名な店がいっぱいあるよね、こういうちょっと並んでる店。あ、スイーツじゃない？食べたい。アイスじゃない？アイス。老舗のアイスクリームショップ、アイテンボーラーン。40年以上この旧市街で営業している。すごい、壺入りのアイスクリーム。そう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 、これ卵黄と絡まっててすごい美味しいよね。この卵黄がさ、凍ってるよね、うん、そう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 。あ、さっぱりするわ。あっさりしてて美味しい。ココナッツ、ココナッツ、ココナッツにミロの粉に卵黄、卵黄。そう、ただあのココナッツアイスがすごいさっぱりするからいいよね、卵黄と中和して。街中散策しようよ、ウォールアートとかさ、うん、ここすごい、うん、写真の撮りがいのある景色がいっぱいある。そう、これだってもう可愛いもん。これだって確かに。よかったでしょ、絵になったわ。私もここ歩いてるだけで50個くらいポイント見つけてるから。本当この街絵になるもんね。なんか進撃の巨人風みたいな。壁の向こうから巨人が現れたみたいなところとかもよくない？じゃあ、はい、旧市街写真対決しようか。ね。こういうのかな？こういうのは？そういうのもいいと思う。
建物、この建物の色合いがすごく綺麗だと思って。このレストランね、美味しいみたいだよ。先にご飯食べる。ご飯食べようか。ここ見て、え、サダコだよ。サダコだよね、これ完全に。え、サダコってすごいね。ワールドワイド。認知されてんの。ね。すごい中庭になってんだこれ。爽やか。家族経営って感じが良くない？うん、ね、子供たちがいて、ね、猫がいっぱいいる。そう、猫がいっぱいいる。来たでしょ。連行さん。え、これで150バーツなの？違うでしょ。違うか。絶対違うよ。これは料金見間違えてる。いや、分かんなかったじゃん。分かんなかった。だから多分絶対違う。そうだね。うん、このラートナーのやつめちゃめちゃ好み。本当？酸っぱい。見てこの分厚さ。ソンクラーってさ、そう、漁港とかもいるしさ、新鮮な海産物がいっぱいあるんだよ。美味しい。味濃。シーフードてんこ盛りで嬉しい。ね、いろいろ入ってるよね。うん。カプンさん、あー来た、美味しそう。お、イカスミ、イカスミめっちゃうまそう。めっちゃ美味しそうだね。これいくらなの？これもやばい。絶対高いよ。絶対美味しいやん。イカ、イカスミのやつでしょ？そう。こんな美味しいよ。絶対美味しいやつだよね。やっぱソンクラって海鮮なんだね。すごいね、美味しい。めっちゃ美味しいよ。マジで。これ本当やばいと思う。あ、これね、もしなんなら、これビール飲ましてたらこれめっちゃいいと思う。本当？うん。味が濃いめ。ね。なんかドロドロしてるの。あー。すっごい美味しい。カニの卵あんかけ、うん、ふわふわで。めちゃめちゃ美味しいよ。本当？うん。で、チャーハンがちょっと塩気あって、うん、だからそのあんかけのふわふわ甘み、うん、あんかけと、うん、チャーハンのあのパラッとしょっぱい感じ、うん、めちゃめちゃハーモニー作り出してる。超美味しい。最初見た感じこのトロトロしてるのかよくわかんないじゃん。うん、めっちゃトロトロしてるよね。上がね。うん、え、ここさ、うん、相当レベル高いよね。え、ここミシュラン取った方がいい。ここミシュラン。絶対取った方がいい。やっぱ相当レベル高い、うんうん、めちゃめちゃ美味しい、本当に。あ、チェックビーンって言われるのか。足りるか。ちょっと待って、驚きの安さ。お水10倍それはまあ、あ、ラートナーさ、うん、ラートナー150、本当に150バーツ。あれやっぱ150バーツなんだ、うん、ラートナーが一番高そうに感じたもん。そうだよね、豪華だったもんね、うんうん、ね、で、あの、なんだっけ、カオカバと、カオカバとやばいよ。いくら？160バーツ。あんだけカニいっぱい入ってて。そう。イカが一番高くて350バーツ、うん。イカだってあんだけいっぱい入ってたもんね。うん、イカめっちゃ美味しかった。うん、え、でもラートナーとカオカバとかすごい。すごいよね。うん、私本当、ラートナーのカオ、ラートナー、ちょっと混乱混乱。見て、うちらのレシートにジャパンって書いてある。うちらのレシート。ジャパン。ジャパンって書いてある。ジャパンソンコンって。これ多分サッカーチームじゃない？あ、そうなの。でも私なんだっけ、名前忘れちゃった。ブリーダムでしょ。あ、そうそうそう、ブリーダムユナイテッド私応援してる。応援してんだもん。敵やわ。あ、着いた着いた、こっち海だよ。海、お、海じゃんこっち。え、え、あ、本当だ。あ、すごい着いたよ。コブンカップ。
安いね、2人で40バーツだった。安い、1人40バーツかと思った。うん、あ、馬もいる。え、嘘。うん、乗りたい。あ、犬もいるよ。いや、犬はいる。馬もいる。ね、この子寝てない？寝てる、かわいい。え、そう、奥の犬の軍団やばくない？犬の大群やばくない？うん、かわいい、見て、ほら、かわいい。ちょっと寝てる、眠そうにしてる。綺麗にしてもらってる。 ね、すごい。サミラビーチはソンクラー市民の憩いのビーチ。黄金の人魚像はソンクラーのシンボル的存在だ。透明だね、すごい、うん、やっぱり綺麗だね、綺麗だ、タイの海はすごいな、うん。あ、ビーチロード沿い綺麗だね。綺麗ね。おお、なんかものすごく綺麗だ。うん、のんびりしてる。おお、いいね、海が。カラメ登れるの、ね、リフトがあるんだよ ね、楽だからいいじゃん、ね、楽しちゃおうよ。あ、まだ大丈夫っぽい、よかった。かわいい。え、すごい。あ、リフトってこういうの？リフトってこういうこと？え、こういうこと？エレベーターじゃん。え？あ、違う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 。You ready? OK! OK! レッサコモ。まいちゃん、勝手に上に登ろうって言ったでしょ。うん、だってエレベーターの操作なら別に私でもできるし。お、すごい。おソンクラーとはライオンという意味のマレー語シンゴラに由来する。ソンクラー市の近くにライオンの形をした島があるかららしいが、一体どれがその島なのかはわからなかった。あの子50目旅やんの？見てる見てる見てる。お母さんがこっち見た時踊りをやめてる。違う踊り。あ、本当だ。あんな細いところ。バランス取りながら。すごい。ちょっとダンス。おお、すごい。おお、すごいね。いっぱいいるね、猿が。ね、あの子顔かわいい。どれ？あ、ほんとだ。なんだあいつ。あの子顔がすごいかわいいんだけど。困ってる顔してるんだけど。なにこの子。おお。時計塔の下がナイトマーケット。ナイトマーケット。いいね、なんか、ね、喉がね、大きい。お腹も減ったし。お腹空いたよ、ね。この辺雰囲気いいね、ナイトマーケット。石畳だ。石畳？え、これそうなの？すごいね。昔の城壁なんでしょ。そう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 。ね、そう。すごいな、確かに。
すごい影やってる影だ見る見る見るわーすごいちょっと待って向こう側見たい向こう側見たい、ね、このおじいさんの声よくない？影絵芝居ナンタルーン人形の細かい透かし彫りが美しいタイ南部の伝統芸能だ。おじいちゃんが違う。どういう人が言ってんの？おじいちゃんの声出してんの？ああ、そういうこと？一人でやってる、全部。言葉はわからないけど、なぜか懐かしい感じがして、私は好きだ。นกร้องเพลงก็เกล่าเปลืองสิ้นเรื่องราวแล้วก็หวังว่าในอนาคตพวกเราคงจะติดตามนะครับแล้วก็คือทามาโกอิริดะทามาโกอิริ肉まんだすごいね美味しそうおいしい？俺も半分食いて。でも舞ちゃん具がいっぱいの方で食べてるんだよ。こっち具があんまり。すげえうまそう見た目。これ熱いうちに食べた方がいいよ。本当？黄色いマン。これ何味だと思う？これねカレー。まあ、日本だと、うん、カレーマンじゃん。クリームじゃない？私もそう思う。じゃあ開けてみよう。オープン。クリ。え？何も入ってる。え？予想外予想外。クリームマンこれ。これね。ああ。さっきの肉まんより美味しい。マジで？うまっ。あのさ、なんだろう。絶妙なしっとり感とこのほんのりとした甘みその辺のパンよりめちゃめちゃ美味しい全然、なにこれえ美味しそう美味しそうあ、本当だ、美味しそう美味しそうなにこれあ、濃い、濃い型濃い型はい、貝、貝貝の型だお好み焼きみたいなやつうまそうえ、食べる食べよう食べよう、ねうん、これ本当に日本のお好み焼きみたいじゃないそうだね、うん、あの小麦粉と卵混ぜてさ、うん、ほら卵と小麦粉混ぜてでその中にシーフードとか入れて、うん、それで焼くとそうそうそれでじゃあおいいねいいそう待ってめちゃめちゃシーフード入っとるやんそうひと口でソースあっても美味しいかもしれないけど、うん、ソースなくても全然美味しい味ついてる、あの塩コショウはい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 あと生地がね、ふわふわで美味しい、うん、シーフード5、6個入ってるねすごいわ油っぽくさ、うん、なりそうになるのうん、このもやしとさ、パクチーあ、パクチー爽やかになるでしょそうこれでなんかもう永遠に食べれるそう、リセットされるそう、素晴らしいアクセントいや、もやしのみずみずしさと、うん、パクチーの爽やかさ、うん